お昼になりました。今日はね、大野、廿日市市大野にあるスーパー富士山でね、大野インター降りてすぐのとこなんですけど、富士山で白ご飯とあとチキン南蛮弁当を買ってきました。はい、今日この2つでやっていきます。ちょっとこれだけじゃね、さすがにご飯が足りそうになかったんで、はい、ご飯の小、はい、買ってきました。ここの富士山はね、前も一回来たことがある。そう、前も一回来た。ありがたいですよね、こうやってね、ご飯だけで売っとってくれたら。まあ持ってくればいいんですけど、今日ちょっとご飯2合しか炊いてなかったんで、僕が持ってくる分はありませんでした。はい、あー美味しそう。はい、じゃあいただきます。レモンが乗っとる。うん、うん、皮は苦いね今勢いで皮まで食べたけど苦っ。はい、気を取り直して。うん、うまっ。これ人参、うん、やばい、すぐ終わってしまいそうすぎるね、今日。うん、5キロあればいいんだけどね。4キロ。
チキン南蛮は働く男の味方ですね、本当ね。言えてないけど味方ご飯が柔らかい、僕好み、はい、ということで本日はスーパー富士山のチキン南蛮弁当とご飯をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。